エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、ライブ12編の33回目、細かい進化がいくつかありましてですね、そちらの方をババッとまとめて話をしようと思っています。ただこの動画なんですが、制作時まだベータ版です。リリース版と異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。で、動画だけじゃよくわかんないよって方はですね、僕オンラインオフラインともにレッスンやってますんで、僕にコンタクトを取ってもらえたらなと思います。トピックスです。まずリミッターが進化しました。で、サチュレーターも進化しました。チューナーも少しですけど進化しました。で、重要と言いますか、僕が便利かなと思う機能で、ミディ検索っていう機能、ミディ検索っていう名前になるかまだちょっとわかんないんですけど、ミディクリップ内で検索できる機能がついたので、こちらの話をしておきます。で、細かいところがいくつかあって、そちらもまとめてバババッと話をしようと思います。で、最後に軽くまとめます。で、いきましょう。ではまずリミッターの方ですね。リミッター、まあ、パッと見でだいぶ変わったなっていう感じがしますが、インプットゲインとかね、リリースオートなんていうのはもともとありました。ロッカーエットもありましたね。反応速度ですね。で、シーリング、この数値を超えないようにという設定ができるところです。マイナス 0.3 デシベルがデフォルトになってます。で、ここがゲインリダクションですね。今数値が出ちゃってますが、 GR ゲインリダクションです。どれだけかかったかっていうのがここに視覚化されて表示されます。で、重要な追加パーツというか機能として、マキシマイズとですね、マキシマイズをオンにするとアウトプットに変わりますね。で、ルーティング LR、 LR は右左ですね。 MS がミッドサイドになります。LR が 100% ということは、右も左もリンクしてますよ、完全にってことですね。完全にリンクしてるので、ゲインリダクションが両方均等にかかりますよと。 MS の方は今 0.0% なので、全然別々にかかりますよってことになります。ちょっと音聞いてみましょうか。こんな感じになります。ゲインリダクション見てもらうためにシーリング下げましたが、まあ、デフォルト値がまあいいかなと思うのでマイナス 0.3 に戻します。で、ルーティングって要はその右左どれだけ揃えるか、ミッドサイドどれだけ揃えるかっていうのができるようになったのが大きな進化かなと思います。普段の制作っていうよりはマスタリングとかに使えるかなっていう気がしてますね。新しくなったので、いろいろ試してもらえたらなと思います。で、次サチュレーターですね。サチュレーターも以前とパッと見で変わってますね。拡張ボタンを押してないとこんな感じです。拡張ボタンを押すとここが開きます。で、ここっていうのがカラーカーブですね。EQ2 つだけなんですけど、 EQ で少し音作りすることができます。で、ウェブシェイパーは、過去のサチュレーターの話をした動画でも話をしているので、ここはスルーします。基本一緒ですね。で、ドライブ、ゲインを上げるみたいな、ちょっと歪ませるみたいな感じで思ってもらえればいいと思います。で、波形もこんな感じでね、並んでいます。重要なのが、このカラーカーブのところに音が視覚化されて表示されるようになりました。で、グレーの部分が入力で、白いのがアウト、出力というふうになってます。ちょっと音を流してみると、こんな風に表示されて、で、音もサチュレーターなんでね、ちょっとあったかめの歪みが加わるよという感じになってます。
前より扱いやすくなった気がしますね。やはり視覚化されるというのはなかなか操作性に重要なファクターといいますかね、操作性を上げてくれる要因になりますね。なのでサチュレーターも楽しみにしてもらえたらなと思います。で次チューナーです。チューナーはもうチューニングするデバイスなのでそこまで進化っていう進化ないんですけど、ありがたい進化があったので話をしておきます。例えばなんですが、チューニング機能がライブ12でつきましたね。でそれで、432Hz なんていうのを準備しておいたとき、ダブルクリックで432を入れますとこんな感じでね、432Hz、A を432にしましたよというチューニングを入れたときに、チューナーの方も自動で 432Hz に変わってくれます。ありがたいですね。生楽器レコーディングする方とかには非常に便利な機能かなと思ってお話をしておきます。で次、MIDI 検索の話をしておきます。 MIDI 検索って名前になるか今時点ではちょっとわからないんですが、仮称として MIDI 検索と呼ばせてもらえます。 MIDI クリップにこれですね、虫眼鏡マークがつきました。虫眼鏡マークをオンにすると探してくれることになります。例えばピッチ E なんてすると C、C シャープ D とかね、こういう感じで音を探すことができます。こんな感じでね、例えばなんですけどちょっとスケールを変えたいななんて時に D を選ぶと D がもう一発でね選択されるので、ここから D に何らかのアクション、まあ、音を変えたりピッチ変えたり長さ変えたりっていうこともできます。でピッチじゃなくてタイムとか小節ですねの中の拍で、検索というかかけることもできますし、こういう感じね。でセレクトで選択と、よいしょ、セレクトで選択と、でインバートってのが反転なので選択範囲以外を選択みたいなね、ちょこちょこソフトによっては出てくる操作ですけど、これが行えるよということになります。デュレーションとか音の長さとか、ベロシティなんかで絞り込むこともできます。今準備してるのが一小節だけなんでね、そんな苦労はないかもしれません。探すとなってもね。ただまあこれが8小節なんて言って、ちょっと複雑なメロディーを打ち込んだ時なんかには非常に役立つかなと思って、これお話をしておきます。で、あと細かいところですね。バババッと話をしていきますが、グルーブですね。グルーブをグルーブプールに入れると、この画面上部のこのパーセントでね、グルーブ何パーセントかけますかっていうのが表示されるんですが、これ 12.1 でライブを起動した段階でもグルーブが読み込まれているということになります。これもちろん上書き保存とかでデフォルトセットを書き換えれば、このグルーブ最初に読み込まれるグルーブも変えることができます。そもそもこのボタンですね、波に右三角、これが自動で読み込みますか読み込みませんかっていう設定のボタンなので、オフっておけばグルーブ読み込まないですよっていう風にマニュアルには書いてます。でさらにオートタグです。フィルターの横にあるこの目玉アイコン、自動でオートタグつけてくれますっていうボタンになります。これオンで基本的にいいと思います。最初なんだろうと思うかもしれませんが、オンがおすすめですね。せっかくのフィルタータグ機能なんで、こちらを使ってくれた方がいいかなと思います。でさらにブラウザ最大化、今見てわかると思うんですが、ちょっとチューニングとグルーブプールを閉じるとブラウザが一番下までね来てますね。最大化させることができるようになりました。フィルターも使いたい、ブラウザーでこの音選びもしたいという時には非常に便利な機能かと思います。フルハイトブラウザー、これもしかしたら日本語化されるかもしれませんが、ここの三角からね選択できるので、必要であれば選択してください。で、さらにですね、まあ、できますね、分割のショートカット、ライブ12でコントロール E もしくはコマンド E であればグリッドに沿って一気に分割してくれますという機能が追加されました。で同時に押しっぱなしにしておけばマウスの上下で何分割できるかっていう設定もできますよっていうのが新しく追加された機能だったんですが、ちょっと使い勝手悪かったんですよね。なのでその使い勝手が改善されました。
まずコントロール E、 Mac だとコマンド E を押して16、今だとね16分の1になってるんで16分割されますが、そのまま押しっぱにしておいてください。 E は離してもいいです。コントロール、コマンドは押しっぱにしてください。それでマウスをドラッグすると、上下にねドラッグすると細かく分割、変わった分割、7分割なんていうのもできるようになりました。せっかく分割で面白いことできると思ったのにね、ショートカット変わってて分かりづらくなってたら困るのでお話をしています。でさらにこのベロシティとかチャンス、これを選択して PC キーボードの矢印でバリューと言いますか、数値を上げ下げできるようになりました。これも進化の一つですね。でさらにです、最後です、オーディオにスケールモードも搭載されました。ここでスクリプトのところにスケールってあります。オンオフもちろんできます。ただこれ C メジャーで作ったスケールというか音オーディオクリップをここのスケールで例えば D シャープメジャーにしたからといって1音半上げてくれるとかいうわけではありません。これあえて説明すると混乱しそうな気もしたんですが、説明しないのも混乱しそうな気がしたのでどうしようかと思ったんですが、オーディオクリップ自体の音は変わらないんだということだけは最初に分かってもらえた方がいいかなと思ってお話ししてます。このトラックに入れてたり、そのデバイスチェーン、デバイスがつながってるデバイスというエフェクトとかね、に関するところに送られますよっていうことになります。ちょっとややこしいですけどね、音は変わんないんでご注意ください。では今回のまとめです。今回はライブ 12.1 に関して、細かな進化がいろいろあったのでそちらをまとめてバババッと話をしました。これが全部ではないんですけど、まあ、重要かなと思われるところをピックアップしました。本当に細かく細かく細かくね、もう進化したとこもあるんですが、取り上げてしまうとややこしいかなと思ってるので、まあ、もしくはリリース後にね改めてと思ってるのでここまでにしておきます。でデバイスリミッター、サチュレーター、チューナーは全エディションに入っているので、全エディションで恩恵を受けられるかと思います。今日の動画が役に立ったなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントとよろしくお願いします。励みになります。で今回で一応ライブ12アップデートも含めお話ができたので、次回からまた制作だったたりなんだったりの Tips の話に戻ろうかなと思ってます。機能の説明ばっかりはつまんないでね、お付き合いいただけたらなと思います。というわけで今日の動画ここまでになります。良い音楽ライフを。